はい、ということで、どうも、皆さん、こちら、うまいぶです。それでは、シューティングスターロコン3、ブラックエース、実況プレイ、第36回目、やっていきましょう。では、早速。はい、ではね、早速ね、セットアップボイスで、いきましょうか。じゃあ、サテダポリス、ワクサ日本支部。ほい。どうもー。国王、星川ソル。君に連絡したのは私だよ。あなたか。これから、ワクサ司令室で、主要メンバー集めて、重要な会議がある。君も会議に出席してほしいんだ。マジか。本部にいる赤月と一緒に、司令室へ行くといい。以上だ。わかりました。じゃあ本部ってことはこっちかな？あ、いたいた。最近ウイルスの発生率が高いな。特に日本の特産ないに群がるウイルスが。ない。各地の暴走実験も何とかすることができた、わ。油断できない状況に変わりはないけど。うん。いえいえ。この人何なんだ？まあいいや。赤月さんどうも。お、来たか、スバル。それじゃあ、早速試合室へ行こうか。長官がお待ちかねだ。はい。あ、ウォーロックも出てる。あ、アマチさんも地味にいいんじゃん。全員、揃いました。いいの、ミスワちゃんとかはいないけど。長官、よろしくお願いします。では始めよう。まず研究チーム。特別研究員の天地博士から報告がある。クリムゾンについて新たに判明した事実を報告します。クリムゾンはノイズが結晶化したエネルギー体であるにもかかわらず、ほとんどノイズを放っていません。え？それはクリムゾンにノイズを吸収する性質があるためです。ノイズを吸収。ならば、我々にとってはむしろ有益なものということなのか？そうですね。我々が使うならば、有益なものにもなるでしょう。ですが、リーダーが使うとなれば、恐るべきノイズ兵器に姿を変えるのです。うわぁ。限界までノイズを吸収すると、クリムゾンは崩壊し、とてつもない量とノイズのノイズを放出します。それは、吸収したノイズの数十倍にもなります。クリムゾンが発生すると、メテオGが地球に引き寄せられるのは、おそらくクリムゾンの崩壊によって、地上のノイズ率が瞬間的に跳ね上がるからだと思われます。クリムゾンってのはなんか爆弾みたいだな。差し詰め、ノイズ爆弾ってそっか。使い道は爆弾だけってわけじゃないぞ、ロック君。君たちは児玉小学校で見たノイズの塊。あれを生み出すエネルギーとしても、クリムゾンは利用されたはずだ。クリムゾンを応用すれば、ノイズの発生を自在にコントロールすることも可能だろうからね。ノイズを自在にコントロール？クリムゾンにそんな能力があったなんて。ふふ。なあ、今、ももちゃん、言ってごらんなさい。他にも何か見つけたって顔してるわよ。え？あ、はい、博士。地上のノイズが、どのように影響して、メテオGを引き寄せるのか、メテオGについての過去のデータを全て解析してみたところ、メテオGからは、メテオGから放たれている妙なノイズが見つかったのです。妙なノイズ。それは、どういったノイズなのかね？申し訳ありません。まだそこまでは。ただ私は、それに気づいたとき、メテオGの声を聞いたように思えたのです。声。何を伝えているのか、読んでいるのか答えているのかわかりませんが、そういう直感は大切にしなきゃ。その行為について調べるべきね。私にもお手伝いですね、おもちゃん。はい。では、私からは以上です。ありがとう、おもちゃん。次に、全国各地のウィザード暴走事件についてだが。は。やはり原因は、ノイズによる暴走であると思われます。ノイズドカード及び、プログラムウイルスなど。リーダーの犯行は、リーダーの犯行に結びつく証拠は、
未だ発見されておらず。いや、奴らの仕業ですよ。証拠なんてなくても、こんな騒ぎを起こすのも、起こせるのも、奴らしかいない。まあそうやな。暁。しかし、あれほどの数の水だと、一体どうやって？クリムゾン。奴らはクリムゾンで、ノイズをコントロールできることに気づいていた。我々が気づくよりも、ずっと早くから。そして、すでに兵器として使用している。まだその隙がありますよ。リーダーが、キングが、コントロールしたいのは、ただのノイズじゃない。超特大のノイズだ。超特大のノイズ？それは一体、あるじゃないですか。とっておきのでっかいノイズの塊が、今もこの星に近づいてきてますよ。メテオジーってやつ？そうか！リーダーがコントロールしたい、超特大のノイズは、メテオジーだ！おう。なんだって？まずか。そんなことが。現にリーダーは、メテオジーを管理下に置いています。ウィザードを暴走させているのも、目的はクリムゾンを集めるためでしょう。待ってくれ。ウィザードの暴走を止めれば、クリムゾンが発生する。リーダーはそのクリムゾンを集めている。では、我々が全国で命がけで戦っているのは、すべてリーダーのため。マジか。くっそー。ということになる。そんな。でも、暴走を食い止めなきゃ、人々に危険が及ぶ。俺たちは間違っちゃいませんよ。まったく、キングが思いつきそうな、陰湿な手だ。カタカナやめてほしいわ。ははははは。誰だ？誰だ？そうか？何事だ？大変です。何者かが、ワクスのコンピューターネットワークに侵入した模様。なんだと？ふふふ。はじめまして、かな。そこにいる、赤月くん曰くがね、誰だ、キング、これが、リーダーのボス。わぁ。やあ、赤月。そして、ワークスの皆さん。キング。そうそう、我々が何をしようとしているか、わかる子だろうと思って、顔を出してみたよ。ご機嫌、いかがかなと。エアディスプレイ。コンピューターネットワークをハッキングして表示させているんだ。貴様、ふざけたまねよ。ふざけて言うなんてとんでもない。私は大真面目だよ。どこかじゃ。でなければ、メテオジーを手に入れたりしないさ。貴様、やはり。よく聞いたまえ、諸君。我々リーダーは、メテオジーをコントロール下に置いた。その強大な力を持って、我々がこの星を、この世界を支配する。だが、そのためには、諸君らの協力が必要だ。は？バカな。誰が協力など。そうだ。するさ。いや、せざるを得ないはずだよ。こうすれば、分かってもらえるかな。どうすんの？に？奥多摩スタジオの特設ステージにて、新たに、暴動事件が発生。え？ウィザードの暴走によるものと、確認。これは、最大規模の暴動だ。さあ、諸君。早くウィザードの暴走を止めたまえ。そして、我々にクリムゾンを送ってくれたまえ。はははははは。うわぁ。くそ。ねぇ。さあ、仕事だ、ロックマン。え？でも、いいのかよ。黙って奴のと祈るってのか？今何をすべきなのか？そんなの、決まりきっておくとだろ。お前にもわかるはずだ。星川すばる。あとのことは、後になって考えればいい。なーに、それだって、なんとかなるさ。連中は、最強のカードなくしてしまってるんだ。最強のカード？エースのカード。つまり、俺さ。そのカードは、二度と奴の手に収まることはない。カードは永遠に揃わない。ああ、なるほど。赤月さん。行くぞ！ウィザードたちの暴走を食い止めるんだ。よし、行こう。はい。こっちは？じゃあ、奥多摩スタジオ行くか。ね。はい。ね、それな。
うん、わかりました。はい、じゃあ奥多摩スタジオ行こうか。じゃあ奥多摩スタジオへ行こうか。で、確か、なんだっけ、特設ステージだっけ。で、そこへ行くか。よいしょ。おお、うわ、これはひどい。これはひどいよ。うわ、上も？うわわわわわわ。これはやばいって。こいつはまた大騒ぎだな。ああ、いつの間にそっちに。さてそれ。準備はいいか？はい、赤月さん。それじゃあ、俺たちも騒ぐとしよう。トランスコード001。トランスコード、シューティングスター。よーし。遅れんなよ、ロックマン。アシテイスこそ、無理しないでくださいね。はは、言うじゃないか。行くぞ！よし。ああ、もう倒してくれたんだ。お、すげえ。すげえ。よかったよかった。ふう。もう大丈夫みたいですね。いや、絶対なんかあるって。こういうはずがない。あ、赤月さん。クリムゾンがこんなに。仕方ないさ。まあ、ジャックだけどな。ジャック？あれ？あれ？吸収されない？いつもなら、クリムゾンがどっかへ飛んでいくのに。指導、ロックマン、上です。上？うわ！ジョーカー！ジョーカー！くそ。うわぁ、ジョーカーが。ジョーカーぶっ倒せ、お前らぶっ倒せ、ロックマン。くっ。お、赤月さん。すごいジャンプ力。おっと、かっこいい。わざわざお出ましとは。探す手間が省けて助かったよ。ふっ。私を探し出して、どうするつもりだったのかな？止めてやるのさ。ほう。あんたは危険だ。しかも、世によってリーダーと組んでいる。最悪の組み合わせだよ。だからここで、あんたを止める。お！消えた？ふっ。お前の力は、その程度のものか。え？いや、そんなものではないはずだ。うわわわわわ。一体何のつもり？ぐっ！うっ！し、指導！足と、どうした？うわ！え？なに、体が動かない。どうした足と、何が起きてんだ？わ、かりません。うん。指導。うん。く、るし、い。足と、ジョーカー、貴様何をした？ふっ。何というほどのことではない。ただ、そこにいる足とに呼びかけただけだ。何を？そして、足とは、それに応えているだけ。それだけのことだ。同じ、流星の力を持つ者としてな。え？貴様、知っていたのか？当たり前だ。気づかぬはずがなかろう。我々はいつでも繋がっていたのだからな。し、ど。やめろ、ジョーカー。このままでは、アシットが。問題、ない。え？うっ、なに。ノイズ率、200%。200？ ファイナライズ。ぐっ。何ニュースやめろやめろ。うわ、アシットですが。ぐわー、アシットは黒い。アシットさあ、目覚めろアシット。なるべき姿を取り戻せ。我らの存在を証明するのだ。うーわ、黒い。ふっ、ふはは。なに。気分なのはどうだ、アシット。最高だろ。さあ、思うがままに。お！今度は、また加圧されたか。
あ、当たった。よしよしよし。くっ。完全なファイナルアーズは、もはやできないのか。セットアップを進め、いまいましい。危機や嫉妬、その破壊衝動こそ、我らの存在を証明するものだ。忘れるな。え、あの赤き流星こそが、我らの絆。我らは一つなのだ。え、どういうこと？聞いた。赤月さん、やめろ、ロックマン。近づくな。やめろ、やめろ。暴走してんぞ。あ、赤月さん？おい、なんかやべえ雰囲気だぜ。どうしたんですか、赤月さん。あ、ちょっと、ジョーカーは？それに、その姿は？黒いですね。あ、赤月さん、しっかりしてください。赤月さん、まさか戦うことになんないよね。戦わないよね。話なんだ、通じそうになるぜ。そう、覚悟を決めろよ。マジかよ。そんな、赤月さんと使えっていうのか。仕方ねえだろ。お前、今のあいつの姿を見て、あんたも思わねえのか。止めてやろうとは思わねえのかよ。あれは完全に暴走しちまってる。何があったか知らねえ。だから、俺は我慢ならねえ。奴らのあんな姿は見たくねえ。今すぐぶち乗して、目を覚ましてだ。ロック。よし。ロックの言う通りだ。赤月さんたちとか望んで暴走なんてするわけない。きっと二人は苦しんでいるんだ。その苦しみを止めてあげられるのは僕しかいない。そういうことだ。でも気をつけろよ。相当手強そうだぜ。マジかよ。うん。でも、今のシットエースとまともに戦っても勝てるとは思えない。赤月さんは長い時間、電波変換していられない体だと言っていた。時間を稼げば、ひょっとしたら、時間稼ぎ。来るぜ。時間稼ぎか。うわぁ、あぁ、黒い、怖い、怖い。黒い。なんか、エヴァンゲリオンにそうな。エヴァンゲリオンわかんないけど。アシットエース B1200。マジか。技効くかな？とりあえず舞台。あ、受けられた。当たってないか。これは時間が経てば、自動に、うお時間が経てば自動で、うお早っ。うわわわ、うわわわわ、強え、強っ、強すぎでしょ、これ。これ強すぎっしょ。これ勝てるか、勝てるかな、てか、死にそう。時間を稼ぐ前に死にそう。あ、間違えた。あ、やばい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 。しまった。息子態度。うわ、うわ、痛い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 って。うわ、ついてくんな、ついてくんな、ついてくんな。あ、終わった？終わったかな？あ、赤月さん、足と。うわぁ、大丈夫か？赤月さん、足と。うわぁ、うわぁ、うわぁ。うわ、クリームゾーンが。うわぁ、スイルスだってる。ふん。行けラプラス、ジョーカーって名つ、王子をたどれ。あ、ブライ。博士。うわぁ、どうなっちゃったんだろう、二人。ガツキちゃんとアシットの様子は？アシットちゃんの方は、プログラムをインストールし直して、現在、再起動のテスト中。シドちゃんは、よくないわ、ね。暴走したアシットちゃんに、意識の深いところを食い破られてしまった。無理な電波変換で肉体的限界。加えて精神にも大きなダメージ。生きて戻ってきたのが不思議なくらい。マジかよ。あの、博士、アシットに何が起きたんですか？あのアシットが赤月さんを傷つけるなんて。そうね。スワちゃんには知ってもらっていた方がいいかもね。いや、博士。赤月さん、今はその後、どうでもいいですよ。おお、赤月さん、無事というか動けるのかな？シドちゃん、赤月さん、もう大丈夫なんですか？見ての通りさ。大丈夫なわけないじゃないと。あなた分かってるの？絶対安静なのよ。自分の命を何だと思ってるの？博士、ごめん。でも、じっとしてるわけにはいかない。こうしている間にも、リーダーは計画を進めている。このままでは、世界が奴らの手に落ちてしまう。
そんなことはさせない。絶対にさせてはならない。うわあ、赤月さん、いいか、スバル、ヤツらのアジトを見つけ出して、俺たちの手でヤツらを止めるんだ。この世界を、平和を、未来を守んで。ああ、赤月さん、ああ、死んだ、シドちゃん、赤月さん、死んでないよね。このまま後手に回り続けていても拉致が開かない。そこで次のミッションは、我々の方から仕掛ける。ほう、仕掛けるだと。ワクサ隊員は直ちにリーダーアジトの消息を開始せよ。些細なことでもいい。アジト発見につながる手がかりを見つけるのだ。はい、はい。サタポーズ隊員は各地、事件現場の、あ、今階段登ってったね。サタポーズ隊員は各地、事件現場の捜査に当たってくれ。リーダー幹部、ジョーカーが姿を現した現場もある。ウィザード暴走の現場には、リーダーの痕跡が残されてるかもしれん。頼んだぞ。はっ、はっ。ああ、意外とゆっくりやるくんだ。スバル、くん。は、はい。遊撃隊は、解散？隊長の赤月さんが復帰するまで待機任務だ。待機任務？待ってください、長官。僕でも何か手伝わせてください。スバル君。赤月さんは時間がないと言っていました。こうしてる間にも、スカイがリーダーの手に落ちてしまうかもしれない。そんなことは絶対にさせてはいけないって。だから僕、じっとなって。スバルちゃん？待機任務だって立派なお仕事なのよ。は、博士。あなたは今日いっぱいお仕事をしてくれたでしょ？だから今日はもうお休みしなきゃダメ。明日またいっぱい働いてもらわなきゃいけないもの。明日。じゃあ僕も手伝っていいんですか？もちろん。スバルちゃんじゃないか。やらないことはたくさんあるもの。ねえ、長官。うむ。博士の言う通りだ、スバル君。今日はもう自宅でゆっくり休みたまえ。休める時に休むのも重要な任務だ。わかりました。それじゃあ僕、これで失礼します。よーし、寝るぞー。スバル。あ、登っていった。我々は、あのような少年を危険にさらさなければ、世界を守れないのか。それは少し違うと思いますわ。世界を守りたいという願いのに、大人も子供もないはずです。いいえ。むしろ子供の方がその願いは純粋で、まっすぐなものなのだと思いますわ。あの子はそんな願いを叶えようと、一生懸命頑張っているだけ。自分でも気づいていないでしょうけどね。願いを叶えるためか。では、我々も行動しよう。我々大人には、大人にしかやらないことがたくさんある。そうですな、博士。その通りですわ。二人とも結婚してんのかな？よし、行こう。それにしても、学校抜け出したままで大丈夫かな、スバル。ちょっと、それが不安。じゃあ、こだまタウンで、レッツゴー。はぁ、ついに行ったと。よし。あ、違う、ウェブラインになっちゃうわ。じゃあ、行きますか。ちょっと、ママさんが心配で。ああ、やっぱり。もう、スバル、殺されるよ、お母さんにも。スバル、今日学校抜き出したそうね。生田先生から連絡があったわよ。説明しなさい、スバル。あなた今まで一体どこで何をしていた、一体どこで何をしていたの？まずい。僕がロックマンでセタフォースを手伝っていて、ユザルたちの暴走を止めるための使ってみました。なんて言えるわけないし。あ、もうごまかしようがない。いっそ、本当のことを。たく、どこまでお人よしなんだお前はよ。え？ロック？すまねえよ、袋。
全部、俺のせいなんだよ。と、どういうことなの？ロック君。ノイズだ。突然、学校中のノイズがひどくなり上がったんだよ。それはもう苦しくて苦しくて、何とかしてくれってスバルに頼んだんだ。それでスバルは学校を、ああ、ノイズがひどくないところまで、俺を連れて行ってくれたってわけさ。そうなの？スバル。え？そうなんだよ。ロックがあまりにも苦しそうだったから、思わず教室を飛び出しちゃったんだよ。そう、ロック君のために。わかったわ、スバル。そういうことなら、あなたを叱るわけにはいかないわね。ロック君は、あなたの大切なお友達なんだもの。ふぅ、助かったよ、ロック。へ、どうよ。俺任すときは、全部うまくいくんだって。でも、行く。母さんはともかく、心配をおかけした、生田先生には、ちゃんと謝っておくこと。わかったわね、スバル。うん、わかった。よろしい。よし。じゃあ、寝るか。寝よう。じゃあ、ちょっと、一回切りがいいんで終わりますか。寝たらまたなんかイベント起こしそうなんで、今回はここで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。